じゃあちょっと移動します。皆さんからのコメントを見たいと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、すごいねこれ。あれなんですね、移動してきてる自分も見えるんですね。すごい、ありがとうございます。すごい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 、おー、すごい、ありがとうございます。ちょっとコメントを読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ですね、秋田の直さん、あ、メッセージが撤回されました。あれ、なんかあれですかね。アギトールさん、こんばんは、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。たかたかさん、あすかちゃんお誕生日おめでとうございます。サンタさんお誕生日おめでとう。高橋さん、あ、お世話になっています、ありがとうございます。ジョー軍団さん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。ケビンさん、ハッピーバースデー。はい、みたらしだんごさん、こんばんは、お誕生日おめでとう。まちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。お、914さん、お誕生日おめでとう。ボブさん、お誕生日おめでとう。え、なに、おめでとうございます。ありがとうございます。え、あすかちゃん、嬉しい。え、しかも待ってください、腕だけ映ってますか。炭治郎くん、炭治郎くんの腕がすごい。ありがとうございます。すごいおしゃれで有名なケーキだそうです。はい、もし皆さん誕生日ケーキでサプライズをしたかったらぜひね、はい、青山に行ってみてください。はい、じゃあいただきます。どこかを食べたらいいんですか。マジパンから行った方がいいのかな。じゃあちょっと後ろからいただきます。このお花の部分とイチゴからいきますね。じゃあ皆さんと一緒にいただいているつもりで食べたいと思います。じゃあまず私が先に食べるより皆さんにね、先に食べていただきたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、どうぞ。あー、はーい、美味しいですか。どんな味。お、美味しい、パチパチ。おー、ありがとうございます。はい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 、手作りケーキかな。おお、じゃあ私も早速いただきたいと思います。いただきます。うん、これ美味しい。なんかこう甘すぎず、見た目も華やかでね、すごい美味しいですけど、丸いなんかスポンジになってますね、なんか、うん。
パンを食べた方がいいですかね。でも人は食べれないですよね。ちょっともうちょっと生きててほしいので、ちょっと今日ここで食べるのやめますね。はい、はい。ちなみに私ケーキの思い出とかなんですけれども、アスチャンネルをこう始めた時に1ヶ月おめでとうみたいな時がありましたね。そう、あの時ねホールケーキを一人でこう食べたのを覚えてるんですけれども、今日もねこれ何号ぐらい、これ5号ぐらいですかね、このホールケーキを、あ、でも今日はアスチャンネルスタッフさんもいるんでみんなで食べていただこうと思いますね。うん、よく誕生日のケーキとかはなんかこういちごがたくさんね乗ったケーキそうとかをね食べてますね。お、皆さんからもコメントいっぱい来てますよ。えのすけおるね、お、ショートケーキ系かな、はい、ショートケーキですね。うん、おいしい、ふわふわですよ。うん、幸せ味、おいしそう。アスカおめでとう。うん、真ん中の人は、真ん中の人はモチーフなんだろう、アスカさんのモデルかな。あ、このマジパンが、うん、モチーフですかね。はい、わからないそうですっていう感じで、おおお、食べて、手作りケーキなんかな。うん、このねアニバーサリーさんの手作りだと思います。はい、初見です、お誕生日おめでとうございます、ありがとう。よっ、お、こんばんは。はい、ケーキだ、ありがとうございます。やはり歌って踊るのは楽ではないですね。はい、おおおお、ちなみに私はねチーズケーキが一番好きなんですけど、皆さんはどんなケーキが一番好きでしょうか。うん、やっぱりなんかこう人気なのってショートケーキでもチョコレートとかもありますし、フルーツタルト、最近実はなんかハーブスに行っていちごストロベリータルトとかフルーツケーキとか季節のケーキとか、なんかケーキってこうたくさん種類がありますよね。うん、何ケーキが好きでしょうか。お、イノスケ、イノスケが好き、イノスケここにいますね。はい、イノスケーキ、イノスケーキ、はい。こんなに可愛い10代近くにいねありがとうございます、ありがとうございます。おいしい幸せ味、はい、いただきマウス、あ、お水ありがとうございます。モンブランが好きです。お、チョコレートケーキ、やっぱりショートかな。31アイスケーキ、アイスケーキなんてあるんですか、すごい美味しそう。ティラミス、うん、ショートケーキ、お、やっぱショートケーキが人気なのかな、やっぱこう定番でね美味しいからかな。クリスマスって言ったらやっぱりショートケーキ、うん、あ、美味しい。でもなんか可愛いですね、こんな可愛いケーキ初めて見ました。なんかよくなんか顔入りの写真入りとか、あとはまあ普通のねこう形でキャラクターが書いてある可愛いとかあるんですけど、なんかこうドレスになっててね、はい、